はい、今日は当該現役で働ける仕事と仕組みを作る合同会社花の木の代表でいらっしゃる荒木ひろみさんにお話を伺います。荒木さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは自己紹介からお願いできますか。私は熊本県宇土市の出身なんですけれども、結婚して転勤族になって、関東から西へとやってきて、まあ、7回ぐらい引っ越しをする中で、最終終着点を福岡と決めて、今、糸島に住んで11年になります。で、ここで、事業を始めたんですけれども、最初は整理収納アドバイザーの仕事をしてたんですが、そこからやっぱり私たちが生きるために、本当に必要なことは何かっていうのをどんどん突き詰めていった先に、やっぱり農業って絶対外せないなって、そして林業のことももっと、知ってほしいなっていうような思いが、ありまして、今、農村体験を中心とした、事業を展開しております。ありがとうございます。楽しみにしていました。ではですね、早速なんですけれども、荒木さんはどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？合同会社花の木として、4年前に、事業を法人で立ち上げたんですけれども、それが、要は地域の中で生涯現役で働ける仕事と仕組みがあれば、やっぱり、これから先、私たちってどんどん少子高齢化で、一人の世帯が増えていく中で、やっぱり寄り添い合い、分かち合い、そして、やっぱり支え合って、生きていける。最後は看取りっていうのを地域の中でできていくような形にきっとなっていくだろうなと思いますし、私もそういう中で生きていきたいなと思っているので、まあ、その会社のテーマが生涯現役で働ける仕事と仕組み、もうどんな人でも、病気をしていても、障害があっても、高齢になっても、いつまでも現役で働けるように、役割を持ってそれぞれが生き生きと生きていけるっていうところを私は仕組みとして、作りたいなと思って、それを仕事にすることにしまして、はい、日々奔走しております。ありがとうございます。すごい、そんなですね、生涯現役で働ける、そんな仕事と仕組みが叶った暁には、どんな世界を見てみたいとイメージなさっていらっしゃるんですか？私はその壮大な世界を描きたいわけではなくて、本当に昔の村社会、一人一人が役割を持って、で例えば私、これからオーガニックカフェを展開しようとしてるんですけれども、今日は私、レストラン担当とか、じゃあ私、小森担当、じゃあ私、畑行ってきますみたいな役割分担を日々、目先を変えながら、ずっとその専門になる必要はないと思うんですね。なので、みんなでチームを組む。要は村の中で、すべてが、経済も含めて回っていくようなところを描いてまして、なので、とにかく、仕事が、言ったら個人事業の集まりみたいな感覚でありつつ、でもお互いがお互いを応援し合う。なんか、そういう、そんな、ちょっと漠然としてますけれども、そんな風な形で、それぞれが、何かしらの役割を持てるような、そういう、仕組みを作っていきたいと思ってます。じゃあ一人一人が役割を持って生きられる、そんな村社会を作っていきたいとお考えなんですね。はい、ありがとうございます。ではですね、そんな夢を具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？今、現在、2反の畑を借りてまして、そこで自然栽培と言われる、農法で、農薬化学肥料を使わない農法で野菜を作って、でそれを体験として提供してます。親子で参加される方とか、でもう本当に畑は無理、虫は嫌いっていうような人は、試食会だけ、そういった無農薬栽培のお野菜を実際に食べていただいて、ちょっとお勉強会をしたりして、とにかく私たちが生きていく上で絶対に必要なことってやっぱり食べることはやめないので、そこをもっとクローズアップして、やっぱり口から入るものが
体の健康も、そして、思考という、その自分のですね、マインドですね、そこもやっぱり作るすごく大きな要になるので、やっぱり食べることに関して、あとは、健康であり続けるためには、運動も必要なので、そういった提案もしてはおりますけれども、まずは畑を実際に皆さんに触れてもらう、もう草刈り機の講習会みたいなのもちょっとやってですね、実際に草刈ってもらうとかですね、そういう体験を提供してます。そしてあと、私、自宅に薪ストーブがあるので、薪の調達で林業家と知り合ったんですけれども、冬場になると、そろそろ薪取りに来ないかっていう電話がかかってきまして、で、そういう時は一緒に行きたい人を連れて行ったりとか、あと、庭木なんかの、原木というか、あれをこう処分する前に、また声がかかるので、薪ストーブユーザーさんたちにも提案したりして、とにかく地域の人と地域の人をつなぎながら、それでこう、どういうふうにチェーンソーを使ったらいいだとか、なんかそういう 提案というかですね、そういうのを教えたりとかもしてまして、それはもう本当に仕事としてはあんまり、収益にはならないんですけれども、本当にそういうことをコツコツとやっていって、これを商品にしてもいいなと思って、やっぱり都会暮らしの人にとってはやす、あの畑に触れて野菜を収穫するとかお手入れをするとかっていうようなその体験なかなかできないので、畑での体験もだし、林業の現場の見学もそうですし、そういったものを提案するというのが、私の今の、仕事の、その環境というかですね、状況ではあるんですけれども。あとは自然栽培という方法をですね、農法を広めるために、自然栽培の野菜を広めていくための普及活動も仕事として今やっております。ありがとうございます。では、ご自身が、人間、村社会って先ほどおっしゃっていただいたんですが、人間が生涯現役でもう役割も持って担って生き生きと健康で生きられる、そんな生き方ができるように、その昔の村で、あっただろうものっていうのを、すべて経験をしていただくような、そんな活動をメインにされていらっしゃるんですね。そうですね。私が憧れたのがですね、小さい頃に見た、テレビで、大草原の小さな家とか、アルプありスまのした少女ね。ハイジ、はい。あれを見て、すごく私、憧れたんですね。なんでかっていうと、やっぱり、人々が寄り添い、助け合いながら、で、やっぱり一人一人役割があって、生き生きと暮らしている様子、それも、いつもの場所、いつものエリア、そこで全てが完結する。そこに全てあるっていうのが、すごい素敵だなって思って。だから本当に食べるものも、住まいも、そして着るものも、できる限り身近なところで調達ができる。そうすると、やっぱり環境に負荷をかけない。それが持続可能な社会になっていくっていうふうに私はちょっと思ってるので、そういったビジョンで、だから壮大なようで、実はすごく小さな小さな、コミュニティでもできるっていうことを、私は自分がモデルとなってやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ではですね、そんなですね、目標や計画を立てておられるんですけれども、その目標や計画に対して、現在、どのような活動指針を持って、どのような基本活動をなさっておられますか？今、やっぱり急いでると言いますか、今一番重要に思ってるのは、やっぱり、ビジネスパートナー、もうとにかく一緒に動いてくれる仲間が必要だなと思ってます。要は理解して、そしてこう共鳴し合うような、やっぱりこの思いをちゃんと折り重ねて、思い合ってと言いますか、方向性が同じ思いで進んでいける仲間っていうのを、求めてます。
で、やっぱりそういう人たちってどんどん人が人を呼んでくるので、本当にまるで私みたいな人も最近はちらほら 出てきていまして、すごく面白いな、楽しいなと思ってます。お仲間は何人ぐらい集まられてあるんですか？今現在。今ですね、そうですね、その一緒に動く度合いっていうのはもう本当にそれぞれなんですけど、主には5人ぐらいは常に連絡を密に取って動いてまして、で、ちょっと最近急速にわーっとこう広がってって、もう広がりだすといっぺんに10人ぐらい束になって、こうそれいいねっていう共感者が増えてきて、ただその方たちはちょっと、離れた地域にお住まいだったりするんで、それはそこのコミュニティができたらね、いいなと思いますし、やっぱりすごくやっぱり重要視してるのは、本当にいつも心を通わせ合うことができる、実際に物理的にも距離が近いっていう中で、皆さんと、活動ができたらいいなと思ってます。じゃあ、思いがあって、常にこう心を通わせ合うことが、可能な仲間が、増えて、地域が違ったとしても、そこでまた同じようなコピーが埋めるというか、そのような動きをされていらっしゃるんですね。そうですね。ありがとうございます。ではですね、そもそもなんですが、この夢をお持ちになった、きっかけは何でしょうか？そこにはどのような発見や出会いがあったんですか？そうですね。私、いいと思ったら何でも突っ込んで学びに行こうとするたちで、知りたいことに対してはもう一生懸命突っ込んでいっちゃうんですよね。で、行き過ぎて違ったっていうこともあるんです。でもそこからいっぱい学ぶことがあって、だから本当に失敗とか自分にとって都合の悪いことって全部プラスに変わるし、変えられる。それは自分の思い方次第だなって思って、だから本当に何一つ無駄なことはないなっていうのが今振り返って思ってることです。だからやっぱりなんで私はこんな辛い経験をしなきゃいけないんだろうとか、やっぱり身内を亡くした時にやっぱり本当に辛すぎて病気になっちゃったんですよね。母を、21の時に亡くしたんですけど、ずっと病気をしてたので、母が二十歳の頃からリウマチという病気になって、でそれでずっと気がついた時からもう本当に体が不自由だったので、で私は守らなきゃみたいに思ってたんですけど、母はいつもこうニコニコ笑顔で過ごしてましたし、で、なんか、なんて言うんですかね、人を、色眼鏡で見ないというか、フラットな状態で見る、だから先入観を持たずに見るようにはなってましたね、気がついたら。だからどうしても、松葉杖ついて歩いてる人って、なんかその、パッと見てかわいそうとか、なんか、この人って、なんかその、思ってるなっていうのを私は小さい頃に見てて、いや、母が特別扱いされてるって思ってたんですけど、でも全然特別じゃないし、私たち一人一人は、ある種特別な存在。だから、みんな凸凹にできてるから、だから長所も短所もあるじゃないですか。で、それって与えられたものだと思うんですよね。なので、その違いっていうことをお互いが認め合うと、自分自身が楽になるし、自分ももちろん短所もね、凸凹のボコもいっぱいあるんですけど、足りないところだらけっていうのにフォーカスするんじゃなくて、自分のいいところにもフォーカスをして、そしてみんな、凸凹だからうまくいく世の中、うまくバランスが取れてる。だから地球も本当にそういう、すごいまた壮大になっちゃうんですけど、地球自体もすごいバランスで、これまで地球っていうその有機物が存在してきたけれども、どうしても人間のエゴで、その大量生産、大量消費みたいな、本当に今地球が本当大変な状況になっているので、いよいよ私たち人間が、畑で言ったら微生物、畑の中の微生物みたいに美味しい野菜を作るためってこう一生懸命ね、無償の愛で 野菜を作ってる。そんな感じで地球をもっと住み続けられる地球に、していくためにも、私たち人間が微生物となってですね、やっぱりこう集合意識というか、こっちがいいよねって、誰かと戦うんじゃなくて、みんなでえいえいよって、
やっぱりもっとその環境に負荷を与えないような暮らし方、食べ物のその選択一つにとっても、まあ、できるだけ環境に負荷をかけてないものに意識を置いていく、うん、でだからその本当に、すごい地球規模でいつも頭の中は私はどう動いたらいいんだろうっていうのをちょっと考えちゃうんですけど、はい、でも目の前のことを一生懸命思って、そして自分がそこで何ができるかっていうのを考えるっていう、だからすごく小さなことなんですけど誰にでもできること、はい、なんかそこが私の中ではもうリンクしてるので、なんか頭はそっちにチャンネルが合っちゃってるから、こう自分ではできるなと思ってるんですけど、それでもやっぱり気がつかないこともいっぱいあるし、もう日々本当になんか学ぶことばっかりです。はい、だからなんか失敗した時こそ、私これ何に気づかなきゃいけないんだろうって思うようになってますね、うん、はい、ありがとうございます。では、まあ、この夢を持ったきっかけっていうのは、はい、うん、ちっちゃい頃から、まあ、その本当にこう人とフラットに関係性を築く、うん、はい、お母様の影響とか存在がすごく大きく関わっていて、うん、なんか それをそこに影響を受けて今のようなお考えだったりとか、うん、はい、地球規模でものを考える見方だったりっていうのが備わって、はい、いろんな問題意識を解決する方向性に、そのデコボコが、うまくいくっていう、その道を、開拓というか、選択されるようになったということなんですね。いや、堂本さん、すごいですね。本当に引っ張り出していただいたというか、私もすっかり忘れてたんですよ。母の存在というか、はい、まあ、いつもその自分の肉体は両親がいて、そのまた両親、だからご先祖様の、命のリレーがあるから今ここにこうしてこの時代に生きてるっていう、それは分かってるんですけど、はい、でも確かに、世のため人のためじゃなくって、何かこうやって自分ができることを一生懸命って言った時に、何がやりたいかって、やっぱり母が体が不自由でもいつも笑顔を絶やさず、すごい人が大好きだったんで、すごい家に人を招くのが大好きだったんですよ。だから宴会で最大多分50人ぐらい招くような宴会を、まあ町のお祭りの時にはやってたんですよね。体不自由なんですけど、ちゃんと連絡してスタッフみたいな感じで身内とか近所の人呼んで、今日はこれこれこういう風にします、なので、このタイミングでこのお料理出してくださいみたいなのを司令塔でやってたんですよね。なので、なんか私今もうバーッとこう思い浮かんできたというか、思い出してきたんですけど、本当にやっぱり自分のエネルギーというか、やりたいことというかですね、まあ、自分の使命と言ったらいいかもしれないんですけど、なんかそっちに動かされてるっていうのは、やっぱりこう人との関わりを大切にしていく、それもこう笑顔で、その中で自分が役割を持って生き生き生きていくっていうところなんだなって。だからそれが今事業として、やっぱりその地域の中で生涯現役で、病気をしてても高齢になってもできる役割はあるっていうことにつながったんだなって今気がつきました、本当に。よかったです、すごい。ありがとうございます。はい、荒木さんが話してくださったままを、はい、表現してみたんですけれども、ではですね、まあ、本当にそんなきっかけ、はい、お母様 の、 姿を見て、まあ、影響を小さい頃から受けてきたというところがあったと思うんですが、その発見や出会いの背景には何があったんでしょうか。出会いの背景、はい、例えばなんですが、うんうん、そうやって、まあ、お母様がこう体や体調のことを気にせずに本当に人とフラットに付き合いながら、うんうん、すごい人を大好きに大切に扱う姿、いつもどんな時も笑顔で、うん、される姿に、うん、まあ、いわば共感する人もいれば、うんうん、特にそれを、感じない人もいるですけれども、うんそこになんかどんな思いを感じたとか、どんな魅力を感じたとか、
なんか、荒木さんの中で心が動かされたことがあって、お母様の影響を受け取って、今ご自身の夢とつなげて実践をされてらっしゃるだろうなと思ったんですよね。どんなところにを大事だと感じたとか、その背景、そうですね。どんなこと母感じは歌が好きだったんですよ。で、すごくた？上手だったんですね。で、なんかやっぱり歌って、歌とか、まあ、言葉発声にしてもそうですけど、見えないですよね。香りも見えないですよね。見えない。で、日本のお祭りって、なんかこう、例えばご先祖様、ね、盆踊りはご先祖様への、ね、感謝だとか、そういういろんな、ね、意味合いでのお祭りがあったりしますけど、その見えない世界とのコラボレーションみたいな、だからその、歌とかその発声することに対しても、その私たちエネルギーとして受け取ってるんじゃないかなって思うんですよね。だからその共鳴する、母の歌声を聞く人たちが感動して、こうすごい良かったっておっしゃってるのが、そのなんか歌を歌ってるだけなんですけど、心が震えるような思いってあるじゃないですか。で、それが私がまあやっぱりまあ母が亡くなってからもいろいろこういろんな経験をする中で、心が震える、心が共鳴するっていうところにすごい心地よさを感じたりするんですよね。なので本当に、まあ、母はね、早くに亡くなってしまいましたけど、私が、まあ、言ったら21までの、あ、21歳で母が亡くなるまでの間に、やっぱりこう心を通わせて共鳴し合ったっていう、多分その経験がひょっとしたらきっかけなのかなって、そこを求めて、母はいないけれども、その他の誰かとのその共鳴する時間、だからその目には見えないじゃないですか。見えないです物理ね。的に何かものがあってではなくて、その共鳴し合う時間とか、その、まあ、空間とか、そういうものをもしかしたら求めて、それを仕事にしたいって思ったのかもしれないですね。要はそこの環境に常にいたい。だから村、村社会みたいな。でも私、本当、村づくりがしたいっていうのが、もうちっちゃい頃からあったので、要は自給自足の暮らしがしたいっていうのを言葉にして書いたのは、多分12歳ぐらいの頃なんですね。小学校6年生ぐらいの時に、卒業文集かなんかに書いて、で、将来は母が病気だから看護師になるか、父が鉄工所してるから、そっちの手伝いをするか、まあ、どっちかかなみたいに書いてたんです。まあ、なんでもよかったみたいな話なんですけど、でも、高校卒業するときに、大学進学に行くのか、就職するのかって、みんなどんどん決まっていく中で、一番最後まで私、決まらなかったんですよね。実家で仕事をするって、手伝うって思ってたんですけど、結局、いきなり実家に入るのもどうかなと思って、で、そんなんだったから、まあ、ある女性の先生が声をかけてくださって、これからの進路どうするって言われた時に、私、村が作りたいんですって言ったんですよ。そしたら、あ、そうって。そしたら、熊本大学の、まあ、都市計画の研究室の先生のとこに行ったらいいんじゃないって言われたんですね。で、私、大学に進学するっていうのは当時、まあ、バブル期だったので、まあ、バブル期ちょうど過ぎたぐらいなんですけど、遊びに行く、大学イコール遊びに行くっていう感覚だったんで、時間とお金がもったいないと思って、全然行きたいとは思わなかったんですね、その時。ただ学びたいとは思ってて、あ、先生に言われて、あ、そんな道があるんですかと。で、聴講生制度、専科生って言ったんですけど、その時、聴講生制度で、一般の方が学ぶ機会があったんで、それで、大学の研究室にいきなり、門を叩いて、先生、私、広見村が作りたいんですって言って、訪ねて行って、まあ、当時18歳ですよ。で、研究室に入れる人たちって、大学4、3年生とか4年生以上とか、まあ、そういう人たち、学んだ人しか入れないのに、いきなり18歳で、高卒で入っていったって。
で、2年間そこで学ばせていただけることになったんですね。はそこで主人と出会いました。い。うん。そう、そうだったん都です市計画、集って住まうことをテーマにしたコーポラティブ住宅って、まあ、そういう集合住宅の研究室だったんですけど、まあ、そこで、はい、運命の出会いをしまして、だからすべて私は村づくりに頭がこうずっとこう そっちに向いてるんだと思います。はい。ありがとうございます。いありがとうございます。やー、はい。荒木さんのこの夢なんですけれども、は、本当に、共鳴、人と共鳴し合う、そはの、もう、目には見えない、その共鳴も含め、その心が通じ合う、通い合う、触れ合うという、その感動によって、今の活動が成り立っているんだな、というので、すごく、感動しました。素敵なお話聞かせていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい。ますますのご活躍を、私も応援させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。